どうも皆さんこんにちは、 YAT プレイヤーの中村紀之です。今回はですね、こちらローレンス・イラガン選手ガンナー3、こちらのインプレッション動画を勝手に撮っております。はい、勝手に撮っております。私自身以前ダーツショップの販売員っていうのをやっていた過去っていうのもあって、いろんなダーツ触ってきまして、結構なバレルオタクだろうなっていうのを自負はしているんですけれども、今回マイティからのこのガンナー、多分おそらく写真とかを見て皆さん驚かれたと思うんですけれども、これまでにない今までのガンナーを思い浮かべると、ここを持ってくださいってバチッと決まるようなくぼみのある形状をこそがガンナーっていうようなイメージだったと思うんですけれども、それとは全く異なるストレート、若干テーパーがかかっているのでトルピードの扱いになるのかなとは思うんですけども、こういった大きく形状を変えてきたのには何かこう秘密があるんじゃないかなということで探っていこうかなと思います。これまでのくぼみの形状に変わって3つの大きな多角形が施されてますね。で、その多角形の後方には大きな隙間があるので、よりかかりやすい、抜けやすいっていうのを感じやすいのかなと思います。早速持ってみた感じなんですけれども、先ほどくぼみがないっていうような形でご紹介したと思うんですけれども、今言ったようにその多角形の後の隙間、多角形って結構その指の間に隙間が生まれやすいカットにはなるので、さらにそこに加えてちょっと幅広のスペースを設けてあることによって、多角形この3箇所それぞれにくぼみを感じることができました。はい、僕自身は一番バレルエンドの方にくぼみを感じやすかったのも、他の人にちょろっと触ってみてもらった時、真ん中に感じる、または一番前方の多角形の部分に感じやすいっていうような声も聞いたので、それはその人それぞれパッと持った時に当たる多角形がどこに当たるかっていうことで違いが出ると思うんですけれども、それで今までのそのガンナー特有のグリップといいますか、その形状に近い効果っていうのを作っているのかなと思いました。はい、でそのポケットがあるからですね、実際に投げてみると僕が今回投げたのは 90% モデルのタングステン 90% モデルの 20g のモデルだったのも、そうですね、このスペックに対して 20g っていうことはやっぱりしっかり中が詰まっているような感じだったので、いい意味で重たさを感じないけれども、こう投げる瞬間のその手に返ってくる反動といいますか、その部分での重み、ダーツ単体の重みではなくて投げ出した時にいい重みを感じやすくなっているのかなと思いました。でそこにカットの部分に一瞬でもくぼみを感じやすいからこそ、リリース時にですね、あんまり、薄くテーパーはかかっているんで、それを使って投げてみようと思ったんですけども、そのくぼみに近い方の感触が僕は優先されたので、リリーにはテーパーを感じにくい、だからこそストレートっておそらく本人は表現したんだと思うんですけれども、そういったバレルになっているのかなと思います。はい、ということでしばらく投げてみた結果ですね、とやはりくぼみのおかげ、くぼみに感じやすい部分のおかげもあってか、これまでのガンナー特有のあここだっていうグリップ位置がすごく分かりやすいバレルだなと思った。これからちょっとストレートを試してみようかなとかっていう方にはですね、いきなりこうビシッと決まったストレートとかよりも、このガンナーを一回挟んでしっかりグリップポイントもある程度の径があるので、すっぽ抜けだったりとか持ちにくい、細すぎるとかっていう感触はないと思うんですね。なんでまずストレート入門編みたいな形でこちら使ってみてもいいのかなと思います。タングステン 80% の方はこの多角形のカットじゃないんですね、それが使われていない形状で、僕ちょっとまだ触ってないんで感覚はわからないんですけれども、ちょっと機会があったらそちらも触ってみて勝手に感想を述べられたなと思います。はい、本日は以上になります。ありがとうございました。